日常運動のスプータミックへようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートコレクションのナッツをいろいろ食べたいと思います。いろいろ今回もまたいろいろありますね。なんかいろいろミックスされてるものもあれば、なんかこういう風に単品になってるものもあったり、どれも美味しそうです。ではまずは今手に取ったこちらの塩と油を使っていない素焼きのアーモンドからいただきたいと思います。ナッツは体にもいいと言いますけど、コンビニでも大丈夫なのかな。なんでちょっと不安になってんだろう。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはこちら、カリッとローストピスタチオ。ピスタチオが外側のカリッが硬くて中身出さなきゃいけなかったような気がするんですよね。俺もそうなのかな。うん、だとしたらちょっと面倒かも。でも食べてみます。はい、ちょっと変化が欲しいですね。ということで続いてはこちら、2種の醤油で仕上げたアドッキカキピーを食べたい。カキピーはおつまみおなじみですね。これもコンビニだとどんな感じになるのかな。はい、中身は、ピスタチオで戸惑った。これはだからこれはさっくりいただきたいですね。ではいただきます。続きましてはこちら、風味豊かなカシューナッツ。どんな感じなのかな。ピーナッツやアーモンドとはまた違った印象ですけど、はい、こんなもんな感じです。ではいただきます。ではこちら、2種のカシューナッツローストアーモンド、2種のカシューナッツのアーモンドだね。2種のローストラッツカシューアンツアーモンド、先ほど食べたアーモンドカシューナッツ、これ一つに入っているっていうことなのでしょうか。見た目も先ほどとこに変わった感じ形はしてもいいですね。ではいただきます。続きましてはこちら、カリッと香ばしいバタピー。なんかナッツを定番っていう気がしますね。ピーナッツはなんか、おつまみとかによく出てくるイメージ。はい、まあ先ほどカキピー食べてるんですけどね。ではいただきます。こちら、瀬戸内産小魚を使用アーモンド小魚。ピーナッツとしては小魚と組むこともあるんですね。じゃないわ、柿の種だけじゃなくてジャンク小魚と組むこともあるんですね、アーモンド。おっと、小魚だけか。では、いただきます。続きまして、じゃあ、濃厚な甘みメープルクルミ。なんか、ここに来てようやく甘いの来たって感じですね。まあ、先に食べときでもよかったのではって話なんですけど。クルミ、本当にクルミは他のナッツと比べると甘味に使われるイメージがありますね。こんな感じになってます。ではいただきます。はい、続いてはまた痺れる辛さが癖になるマーラーいいな。マーラーメンとかそんな名前聞いたことある気がしますけど、これはどんな感じなのかな。はなんかちょっと危なそうなのが入ってるんですけど、ではいただきます。そしてラストはこちらの4種類のミックスナッシュに、ミックスナッシュじゃないよ、もう舌がしびれ、あミックスナッツ2種、こっちは塩と油使用で、こっちが塩と油不使用のタイプですね。もう一気に2つともいきますね。見せてもらうのは代表で、今までのその辺の方、マカダミアをいただきます。自分の中ではやっぱり甘いのが一番かなということはもうこの時点で分かっちゃってますよね。でももちろん他も美味しいですよ。はい、最初に食べた素焼きのアーモンドは本当に炭焼いてあるだけなので、余分な味のないアーモンド本来の香ばしさを楽しむことができて美味しかった。続きましてのどれだ、ピスタチオもアーモンドまた違う美味しさがあったんですが、いかんせん殻を剥かなきゃいけないのが非常に面倒なんですね。多分これに一番時間使いましたよ。でこちらの2種の醤油を仕上げた後引きかきピーは本当にさっぱりとした塩気のある醤油味であっさりといただくことができました。本当に後味はいいのといいですね。はい、
風味豊かなカシューナッツ、アーモンドよりも少し大粒で歯ごたえがあって美味しくいただきました。風味はそこまで豊かだったかな、うん、そのアーモンドとカシューナッツを同時に楽しめる2種のローストナッツ、先ほど揚げた2種と同じですね。中身自体はただ小さめで、しかも2種類あるので少なくてもいろいろ楽しみたい方向けにはこちらの方がいいと思います。で続きまして、カリッと香ばしいバタピー、あっさりとした塩味が本当おつまみとかに合いそうでした。まあ自分は下戸なんですけどね、何回言うんだこれ。はい、瀬戸内産小魚の塩、アーモンド小魚のほのかなうまみがアーモンドにも浸透していて、噛みしめるたびにそれが広がって美味しかったです。いや濃厚な甘み、メープルクルミ、でここに来て甘いもの、本当にメープルシロップの甘みが濃厚で、口の中に噛んだ瞬間にカリッとしたクルミの音とともに広がってきて美味しかったです。シミュレーションの回らないだけ、最初はうーんかなと思ったんですけど、食べ進めるけどだん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 舌がしびれてきて、あーってなってしまいました。本当辛いのが苦手な方は食べない方がいいです。でこの最後に出てきた塩と油を使っているか使っていないかの違いがあるミックスナッツ、これは使っていない方がナッツの酢の味をより楽しむことができましたが、こちらの方がちょっと豊かな風味があるようにも感じました。調味料が入っていることでやっぱり変わるのかな。なのでこれはもう完全にお好みですね。どちらが好きかは人によって異なると思います。で今回食べた中では一番このメープルクルミが美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。それではエンテンの金曜末のよ夕方まで、まあその後はだいたい休みですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。